令和6年4月1日から世田谷区手話言語条例がスタートします。これは手話が一つの言語であることをもっと多くの世田谷区民の皆さんに知ってもらい、手話をより使いやすい環境にしていくための条例です。世田谷区をホストエリアとする私たちブラックラムズ東京はこの趣旨に賛同し、手話普及動画の制作にも協力をさせていただきました。ぜひ皆さんも一緒に手話をやってみませんか。です。私たちブラックラムズ東京はこの条例に賛同します。手話でブラックラムズ東京を応援してみよう。今回は応援で使える手話を紹介します。ブラックラムズ東京頑張れ。投資でやります。ブラックラムズ東京頑張れ。手話は言語です。ブラックラムズ東京と一緒に手話をやってみよう。